きます。わいせき、もう座ってますけど。相席いい？夢に見たひなたちゃんと二人きりのランチ、ハッピネイ。ずっとこっち見てる。こんなんじゃ緊張して食べらんないよ。てか、なんなのこのミスチョイス。私カレーラーメンって。みかげちゃんはあんな女子力高いチョイスなのに、しかもカレーラーメンなんて汁はねしたら制服がシミになっちゃうよ。あ、そうだ、今目の前にいるのはみかげちゃん。私なんかどうなってもいいけど、もしもみかげちゃんにはねてしまったら。ひなぴお、三村ひなたちゃんはさ、そのカレーラーメン好きなんだ。何言ってんだ。私注文して食べてるものを好きかどうか聞くなんて、こんな間抜けな質問ある？くっそつまんないやつって思われちゃうじゃん。はあ、やっぱり迷惑だったんだ。カレーラーメン、大体なんでうどんじゃなくてラーメン。ほら、ひなたちゃん呆れてる。なんか別の楽しい話しなきゃ。あー、もう話したいことたくさんあったはずなのに全然出てこない。みかげのバカ、バカバカバカ。とにかく今はカレーの汁を一切跳ねさすな。私全神経を研ぎ澄ませ、カレーラーメンに、この戦いに打ち勝つんだ。その姿勢、そのおちょぼ口、かわいすぎる。間抜けな私をよそに、ひなたちゃんのかわいさはとどまることを知らない。かわいさメガマックス。緊張しすぎて味全然わかんないけど、それでも私負けない。はあ、超味わってる、超味わってる。邪魔なんてできない。いや、しなくていいんだよ。見ていられるだけで最高なんだから。いや、できることならばあのカレーラーメンになってしまいたい。すすられたい、飲み干されたい、カレー汁浴びさせてほしい。よし、これが最後の一口。これでこの戦いから解放される。
田様は授けたもうた。ああ感謝します、この恩恵を。私も倍にして返すね。カレーまみれにされる。始めるよ。はい、座って。今日は体力測定をします。はい、じゃあ二人組作って柔軟。来た、こういうの本当地獄。早く組んで柔軟始めて。やろうぜ。いいの、ミクリアさん。なんで？いいっしょ。ついに来てしまった。ついに。にしてもそこはミカゲちゃんでよくないっすか。ミクリアさんか。くぅ。どうしよう、震えが止まらない。こんな時に足つるなんて超かっこ悪い。
でも日向ちゃんが私なんかのために心配してくれてる。嬉しい。私もう泣いちゃう。ごめんなさい。え？多分私のせいだよね。体格全然違うし、やっぱり私とじゃなくて他の人と組んだ方が。やだ。え？私日向ちゃんとじゃなきゃ。いつまで柔軟やってるの？早く行きなさい。はい。ごめんなさい。痛い痛い。この公式を使うことで解を見出せるわけです。メイサーさん、この問題はどうやったらいいかな。はい。の中に出てくるお姫様のようで、私に絵の才能があったらこの瞬間を後世に伝えるために描くんだろう。うん、にゃにゃ。影ちゃんはクールなギャルになってたから最初はちょっと怖かったけど、でもあの頃と何も変わってなかった。ねえ美影ちゃん、私たちずっとずっと親友だよね。ちゃうほどキューティー。誰も見てないし、吸い付きくらいいいよね。みかげちゃん、私たち一生の親友でいようね。いようね。いようね。あっ、いかんいかん、早く戻ってこれなくなるとこだった。ひなたちゃんが見ている夢を想像してたはずが、私の願望がダダ漏れてたよ。それにしても可愛すぎる。もう写真撮ってほしいって顔してる。ああ、
ダメよ、みかげ。ひなたちゃんに断りなく勝手に寝顔を取るなんて。ダメよ、ダメダメ。でも仕方がないの、もう止められない、私には止められないの。え、みかげちゃん、何してるの？はい、チーズ。みかげです。今度授業中に写真撮ったら怒るからね。叱って、もっと叱って。今度やったら次回予告は一緒にやらないんだから。やだやだ、じゃあ動画にする。動画ならいいか。そんなわけないじゃん。次回二人モノローグ第4話は図書室のひなたちゃん、ドキドキひなたちゃん、ひなたちゃんのカロリーの3弦です。全部間違ってるよ。次回もみんなでひなたちゃんの動画を見よう。うん、あ、うんうん。